はいどうも皆さんこんにちは、カブです。今日はですね、 JGC 事業、 SFC 事業にかかる予算についてお話ししていきたいなと思います。はい、皆さん大好きお金の話でございます。はい、というのもね、やっぱり JGC 事業、 SFC 事業やるにあたってお金と時間っていうのは切っても切り離せないものでございます。なので今回は JGC 事業国際線なのか国内線なのか、 SFC 事業国際線なのか国内線なのかによってかかる費用ってくるのは変わってくると思いますので、今日はそこの掘り込んだ話もねしていきたいなと思います。というのもね、まず JGC 事業国内線、 SFC 事業国内線にかかる費用なんですけども、おおむね40万円は用意しておくといいのかなと思います。というのもね、やっぱり沖縄那覇お片付するにあたっても往復でだいたい2万円くらいかかりますので、2万円でも10回やれば20万円ですよね。中にはね、宿泊する方もいらっしゃいますし、何日かね滞在する方もいらっしゃると思います。なのでホテル代、航空券代込みでおおむね40万円は国内事業では必要かなと思っております。はい、だいたい40万円前後でね、あの国内事業は SFC も JGC も取れるかなというふうに私個人では思っております。逆にじゃあ国際線修行、海外修行ですね、海外修行の場合はおおむね60万円用意しておけば十分かなというふうに思っております。というのもですね、やっぱり国際線になるとね、料金がちょっと高くなってしまうんですけども、例えばねシンガポールタッチとかだけでも JGC や SFC でも10万円以上は軽く飛んでいきます。でやっぱりね、国際線になるとプレミアムエコノミーとかビジネスクラスとか、まあビジネスクラスでやる方は少ないかもしれないですけども、大体プレミアムエコノミーのねマイル積算率 100% でやると思うんで、大体シンガポールタッチで10万円以上かかります。プラスホテル代ですよね。で今度シドニータッチ、オセアニアのシドニータッチだと今度20万円を軽々超えてきます。はい、20万円軽々超えて、でシンガポールで10万円、シドニータッチで20万円、合計30万円プラスアルファで何かまだ修行しなきゃいけないので、そのプラスアルファの航空券代と、例えばシドニーもシンガポールもね日帰りでやるわけにはいかないので、そこの宿泊費っていうのもかかってきます。なので国際修行の方はおおむね60万円かかるのを見込んでおいた方がいいかなと思います。でね、まあ、今回ね JGC 修行、 SFC 修行の国内線海外線のお話なんですけども、やっぱり経費を抑えるのには日頃からマイルを貯めましょうと普段僕は発信しております。はい、それがね、日頃からマイルを貯めるってのはどういうことかっていうと、要はクレジット決済をね普段からやりましょうという話なんですけども、それはね自分のスタイルに合った自分がね一番マイルが貯まる、クレジットカードを使うのがいいのかもしれません。でそれがね、中には SPG やメックスカードが自分のスタイルに合うって方もいれば、僕みたいにエポスプラチナカードがねスタイルに合うっていう方もいらっしゃいますので、それはね自分自身のスタイルに合ったマイルが一番効率よく貯まるクレジットカードを見つけてみるのはいかがでしょうか。はい、それでね、だいぶ JGC 修行や SFC 修行の経費を抑えられると思います。でマイルを貯めて JGC 修行だったらイージャルポイントに変えて、 SFC 修行だったらスカイコンに変えて、そういったね、特典航空券ではなくてステータスポイントが貯まる対象のチケットを買うのが一番効率のいい JGC 修行、 SFC 修行なのかなと思います。はい、ということでね、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が役に立ったということは、ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またグッド評価、コメント欄とかもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあね、皆さんぜひ、JGC 修行、SFC 修行ね、頑張っていきましょう。もうね、今月も残りあと今月も残りね、あと10日ぐらいになりましたので、ぜひ皆さん、来年は一緒に頑張って修行をやりましょう。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら。